はい、どうも横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。いよいよね、緊急事態宣言ということで出されてしまいました。まあ、こればかりは仕方がないですけどもね、私のお店の方も、本日よりしばらくねお休みの方をさせていただいております。まあ、なんとかね感染拡大を抑え込んでみんなで行きましょう。はい、ですけどもね、やはりまあ家での楽しみ方、これね、ないと本当にね、頭の方もどんどんね、こうね、ちょっと毎日ぼーっとしてたらどうしてもね、落ちてきちゃいますし、まあ体もそうですね、なんとか家でこうね、まあこれのチャンネル見ながら少しでもね、まあ足動かしたり、手ね、グーパーグーパーやってね、ちょっとね、動かしたり、なんか運動の習慣をつけるということね。で、頭も体もですね、しっかりと、なんとかね、こう、しっかりしたまま乗り切っていきたいなというふうに思います。まあ皆さんのそういった習慣に少しでも役立てばと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はですね、まあ、久しぶりにみんなの囲碁というのでね、アプリ、おすすめのアプリがあるんですけど、こちらでまたやっていきたいんですが、実はですね、最近アップデートがありまして、これがまた非常にさらに優秀なね、アプリということになりました。まあ、画面もね少し変わったんですけども、このね、プレミアムメンバー、登録というのがねできまして、これ今私もね登録したんですけども、今までね3段が最強だったんですけど、5段モードができたよとかね、あと道場モードができたよということで、あとまあ認定試験みたいなものもね、実はできるようになりました。で、私まあ月300円かかるんですけども、今ねちょっと会員になってどんな感じかなということで見ていきたいなと思います。はい、こちらですね、非常にねこの道場モードとかね、また面白いのができて、いろいろ10キロでやって、いろいろですね打った感じで、あなた何球ぐらいですよということなんで、これ結構ね、あと子供にもいいですね。子供だとどうしてもお子さんね、いる家庭だとこのインターネット対局ね、ちょっと怖いなと思うところもあると思うんで、こういったソフトでどんどんこう自分の上達が目に見える形でやれるということで、これすごくいいと思います。はい、で今ね私の方も実はオンラインの、パーソナル指導というのを始めてまして、実はこのソフトを皆さんにね入れていただいて、で、まあ、その寄付もねメールで1本で打った後送れたりするんで、これ結構ね活用させていただいております。まあ、非常に使えるソフトですからね、ぜひ落としていただきたいなと思います。まあ、ちなみに道場モードどんなのかねやってみましょう。今回からね入りましたんで、まあ、私まだこれで1曲も打ってないんで、まあ、よくわかんないですけどね、とりあえず6球というねところになっております。で、これで多分打っていくといろいろ決まるんだと思いますね。はい、でこのコンピューター本当にねかなりこううまく打ちますからね。まあ、うまくというのはその綺麗にというかね。はい、まあ、これ今ね6球モードなんで、多分そんなに強いわけではないと思いますけども、どうなんでしょうねこれ。はい、今ちょっとね黒3-3抑える方向を間違っちゃったかなという印象ですね。これ今こっちから抑えた方が良かったですよね。はい、ですので、まあこれはね右上だけで見れば定石なんですけども、ここの1個がちょっとねふわふわっとした位置になるんで、まあ、白としては不満がないかなという展開でございます。でこれで右辺ただ大きくなっちゃうんで、しっかりしまってね、あーこれ来ましたね。はいはい、まあ、ここはさらに壁を厚くしてきましたが、まあ、ただね白生きてるんで、これはまた広い方どんどんいっちゃいましょう。はい、なるほどなるほど。でこういった感じでねどんどん打って、球認定してもらえるんでしょうねきっとね、徐々に。うん、でもこれね本当にいい感じのソフトですよ本当に。はい、これしかもね早いですね、めちゃくちゃ早い。2000、これね皆さん真似しないでくださいね、2000あんまり張っちゃいけませんからね。で慌ててね白押さえなくていいんですよ、こういうのどんどん伸びておいて、押さえるとかえって切り味が出たりするんで、伸びておいて全く不満がないと覚えておいてください。2000っていうのはね打っても打っても 1,2,3,4,5 って1目ずつしか増えないですからね。でこっち側は明らかに1目よりは増えますね、まだまだもっと増えそうな感じありますから、まあどんどん張ってくださいと、そういう感じですね。でまあこの辺まで来たら押さえてもいいです。なんでかっていうと、切られた時にこうなんか容易にこう取れそうだなと、主張で取れるなとかなんかねありそうなんで、まあ切られてもはっきり大丈夫だって思ってから押さえて全然 OK です。はい、なので、はい、まあ、これどんどんね決めてきましたね、一線の跳ね継ぎまで。まあこれ切りどうなんですかね、まだね言っても寄せじゃないんで、うん、ほっときましょうね、そこは跳ね継がれてもね。なんか隅3-3でも G 取り行きましょう。はい、でこれもねこうなりまして、はい、
あ、でここつなぎましたね。ここのつなぎはね実はまだちょっと小さいですね。はい、ちょうどちょっと前にあの2000の石は助けるのか助けないのかっていうのをねやりました。それ概要欄にリンク貼っておきますんで、なんでこれつないじゃいけないのかなって思う人はそちらねご覧ください。まあ、あの要はね地だけの手ですね、根拠にあんまり関わらないので、そういった2000は小さいですよということになります。でここでいよいよどこでしょうか。第1巻私飛びとか、あと真ん中へね天元付近なんか打つの面白いかもしれないね。打つとちょっとこの辺の白模様できて、この黒模様がなくなるんでね、ちょっと面白い手でこの辺打ってみようね。はい、なんとなく真ん中を取りに行きましょう。さあこれでどうでしょう。2線に肩ついて、どうなんでしょうね、ちょっと分かんないですけど、こんな感じで、少しはいですね、真ん中辺を取りに行きまして、まあ、どんどんこうね囲っていきましょう。はい、で真ん中が、あ、そうですね、またそちら来ましたんで、はい、ちょっとこの辺ね一線に打つのが早いかなというところですね。あんまり一線早く打ってもね、いいことないですからね。はい、で飛んで、はい、で私は今この石とこの石つながればね、ここの模様大きくて面白いなと思ってるところです。はい、どうでしょう、まあ、これぐらいでつながりそうですね。はい、でまあやはりこれも抑えられてもね、まあ、2戦の一取りなんでね、そんなに深く考えずにいきましょう。まあ、この辺下がっときましょうかね。なんか左辺やっぱ入られてこの生きられるの怖いですから、なんか下がってねこれぐらい打っとくとだいぶ生きにくくなりますからね。はい、もう羽根継ぎも打っちゃえ。はい、あ、聞いてくれたんですね、これは嬉しい。はい、でこうどんどん打ちましょうね。はい、どんどん打ちましょう。はい、ということでこれでね、まあ投了してくれたというところですね。でこれじゃあどうなるんでしょうね、やってみましょう。まあ、例えば寄付保存とかって押すと、こうやっていろいろですね保存することもできます。はい、でこういったファイルをですね私の方に送っていただいて、その後を検討するよということで、でその寄付の検討もですね、いろんなその動画でやる場合もありますし、紙でねちょっと分かりやすい方でその都度やっているというような感じですね。はい、まあ、そんな感じのねちょっと、まあ、オンラインレッスンの話にはなっちゃったんですけど、はい、やっておりますですね。でこれで多分どうなんですかね、まあ、今これ並べ直しですね。こうやって終わった後ね自分でこうやって並べ直すこともできます。こうやってバタバタバタってね押して、あ、こうやったらよかったかなと、まあ、自分だとなかなかね分かんない部分あると思うんで、それどんどんね聞いてもらえればともちろん思うんですけども、はいですね。でこれで何なんでしょうね、一回終わってみますね、すいません。これで新規で、あ、これで今ね6級、まだ6級だけど、これで数やっていくうちに多分どんどんこう自分の気力がはっきり分かってくるよということなんですね。これ画期的なソフトですね、またね。はい、ということで、まあちょっと今回はですね、みんなの囲碁というね、非常におすすめなアプリ紹介しました。で非常にね、まあ、強いモードもできましたんで、ぜひ今度ねそっちのモードへの調整もねしてみたいなと私も思います。はい、まあこの機会にぜひねこういったので楽しく、自宅で囲碁の方を取り組んでもらえればと思います。はい、じゃあどうも本日もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日いろいろな動画投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。